フランシス・ガヌーは、カメルーンの男性総合格闘家。西部州、バティエ出身。アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス在住。UFC パフォーマンスインスティチュート、エクストリームクーッュア所属。現 UFC 世界ヘビー級王者。カメルーン人史上初の UFC 世界王者。英語圏では、フランシス・エンガヌーと発音される。カメルーン・バティエ村の貧しい家庭に生まれ。 6歳の時に、両親が離婚、おばいやおじの家に預けられる。授業料を払えず教科書やペンさえ買えないほど、貧しかったことで、あまり学校に通えなかったガヌーは、家計を助けるため12歳で危険が伴う砂の、採取場で働いた。離婚して、家を出て行った父親が有名なストリートファイターだった、ために、その悪名と、ガヌーの恵まれた体育に目をつけた複数のギャングから、 仲間に誘われるも、警察沙汰ばかり起こしていた父親のようになりたくなかったガヌーは、道を誤ることなく、誘いをきっぱり断っている。22歳の時、家族に反対されながらもボクシングのトレーニングを始めるが、1年ほどで病気のためにボクシングをやめた。村の争いごとの仲裁や、村人の賃金未払いを掛け合ったり、時には村人が奪われた金品を、 強盗から取り返すなど、村の顔役として頼りにされていたガヌーだったが、カメルーンで成功の機会を得るのは難しいと考え、26歳の時にボクシングを学んで一旗揚げようとフランスのパリへ渡った。しかし、ヨーロッパに到着すると、ガヌーは不法入国のために逮捕され、スペインで2ヶ月間投獄された。その後、パリに到着するも、住むところも金もなく、 頼る知人もいなかったガヌーは、パリの路上で、ホームレスとして生活することになる。そんな状況であったが、ガヌーは、飛び込みで交渉し、無料でトレーニングをやらせてもらえる、ボクシングジムを見つけるも、ジムの練習生から、ボクシングは閉ざされた世界で力のあるプロモーターや、トレーナーが必要なので、格闘技で稼ぎたいのなら、総合格闘技を、やってみるべきだと勧められる。 しかしガヌーはボクシングをやるためにカメルーンを出てきたのであり、そもそも総合格闘技について全く何も知らなかったので、この時には総合格闘技を始める気持ちは起きなかった。ボクシングのトレーニングは順調だったが、週末は閉まってしまうジムであったため、週末もトレーニングをできるジムを探していたところ、ある日、総合格闘技ジム MMA ファクトリーを紹介され、 ジムを訪ねるとすぐに、ジムのオーナーのフェルナンド・ロペスに素質を見込まれて、グローブなどの格闘技用具一式が詰まったバッグを渡され、その日から初心者クラスに参加して、総合格闘技のトレーニングを始めた。この時、ガヌーはまだ路上で生活していたため、ロペスにバッグをジムに置かせてほしいと頼むと、そこで初めて住むところがないと知ったロペスは、ガヌーにジムで寝泊まりすることを許可し、 さらにガヌーのために住居を探した。2013年11月30日に総合格闘技デビュー。ガヌーはまだボクシングに未練があったが、デビュー戦で総合格闘技が自身に向いていることを実感し、ファイトマネーを受け取り稼げることがわかると完全に総合格闘技へシフトした。u f c 参戦前のガヌー29歳の誕生日に UFC との契約が決定する。 2015年12月19日、UFC 初参戦となった UFC オンフォックス17で、ルイス・エンリケと対戦し、左アッパーでニャール KO 勝ち。2016年4月10日、UFC ファイトナイト、ロースウェル VS、ドス・サントスで、カーティス・ブレイズと対戦し、パンチで、ブレイズの右目を腫れ上がらせ、ニャール終了時にドクターストップで TKO 勝ち。 2016年12月9日、UFC ファイトナイト、ルイス・ VS ・アブドゥラ・キモフで、アンソニー・ハミルトンと対戦し、木村ロックで 1R 一本勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2017年1月28日、UFC オン・フォックス23でヘビー級、e、ランキング7位の、元 UFC 世界ヘビー級、e、王者、アンドレイ・アルロフスキーと対戦し、 右クを放ったアルロフスキーに、カウンターの右アッパーでダウンを奪い、パウンドで1ティコ勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2017年12月2日、UFC218 でヘビー級、e、ランキング1位のアリスターオーフレームと対戦し、左アッパーで 1R 失神子勝ち。UFC 世界ヘビー級、e、王者のスティーペミオシッチへの王座挑戦権を獲得した。また、 この試合は UFC 公式サイトの2017年 UFC ノックアウトオブザイヤーを受賞した。2018年1月20日 UFC220 の UFC 世界ヘビー級タイトルマッチで王者スティーペミオシッチに挑戦。スタンドの打撃をしのがれテイクダウンとグラウンドで終始圧倒されて0から3の後 R 判定負け。王座獲得に失敗した。 2018年7月7日 UFC226 でヘビー級ランキング5位のデリック・ルイスと対戦双方が相手の打撃を警戒してお見合い状態のまま試合が終了し0から3の判定負け解説の上ガ眼から歴史上最も退屈なヘビー級マッチだこの試合に勝者はいないと酷評された2018年11月25日 UFC ファイトナイト、ブレイズ vs. アンガーヌーに2でヘビー級ランキング3位のカーティス・ブレイズと再戦し、右フックでダウンを奪いパウンドで、開始わずか45秒の TK を勝ち。パフォーマンスオブザ・ナイトを受賞した。2019年2月17日、UFC オン・ ESPN, アンガーヌー vs. ベラスケスで元 UFC 世界ヘビー級王者ケイン・ベラスケスと対戦。 タックルを仕掛けたベラスケスに、カウンターの右アッパーでダウンを奪いパウンドで、開始わずか26秒の小勝ち。2019年6月29日、UFC オン ESPN、アンガーヌーヌーヴィエス、ドスサントスで、ヘビー級ランキング3位の元 UFC 世界ヘビー級、王者ジュニオールドスサントスと対戦。右オーバーハンドを放ったドスサントスに、カウンターの右フックを当て、 背を向けたところに再び右フックを当てて、ダウンを奪い、パウンドで一キ小勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2020年5月9日、UFC249 でヘビー級ランキング6位のジャルジーニョホーゼンストライクと対戦。左フックでダウンを奪いパウンドで、開始わずか20秒の小勝ち。ハードパンチャー同士の対戦を制し、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。 UFC 世界王座獲得2021年3月27日、UFC260 の UFC 世界ヘビー級、タイトルマッチで、王者スティーペ・ミオシッチに挑戦。2R に踏み込んでの左ジャブでダウンを奪い、立ち上がったミオシッチに、追撃の左フックで小勝ち。約3年にヶ月越しのリベンジを果たすとともに、カメルーン人史上初となる、王座獲得に成功し、 パフォーマンスオブザナイトを受賞した。多くのファイター、専門家をして、MMA で最も重い打撃を持つストライカーと、言わしめるほどのパンチを、最大の武器としている。また、パンチだけでなく、キックも強烈であり、ガヌーの元ヘッドコーチであるフェルナンド・ロペスは、彼のキックを食らった時、死んだような気分になると語っている。以前は、パンチ一辺倒の打撃スタイルであったが、 キックボクサーのデューウィー・クーパーをストライキングコーチとして迎え入れ、名門ジムのエクストリームクータアに移籍したことで、ローキックやハイキックなどを頻繁に用いるようになった。テイクダウンディフェンス率も71%と非常に高い。ありがとうございます。